大学総理大臣の岸田文雄です g ロサミットがオンライン形式とはいえ今年も盛大に開催されることを嬉しく思います十倉経団連会長桜田経済同友会代表幹事そしてイアン・ブレマー氏の下で今後の世界の展望を開く活発な議論が交わされることを期待いたします人類が生み出した資本主義は効率性や企業家精神 活力を生み長きにわたり世界経済の繁栄をもたらしてきました歴史を振り返ると資本主義はそのメリットとデメリットの間の微妙なバランスを取りながら進化してきました二十世紀半ばに行われた福祉国家建設に向けた取り組みその後の新自由主義の広まりはいずれもそうした資本主義の進化の過程でした 今資本主義はさらなる進化を求められています1980年代以降世界の,の主流となった新自由主義的な考えは世界経済の成長の原動力となった反面多くの弊害も生みました市場に依存しすぎたことで格差や貧困が拡大しまた自然に負荷をかけすぎたことで 気候変動問題が深刻化しました。世界では米中関係をはじめ地政学的緊張が高まる局面にあり、ドクター・ブレマーが指摘する G ゼロの度合いが強まっています。この緊張の一つの本質は経済社会そのもののバージョンアップの立ち遅れにあります。これまでの市場変調 株主偏帳の資本主義がもたらした歪みが、選挙・ポピリズムや偏強なナショナリズムの形で健全な民主主義にシワを寄せています。また、権威主義的な国も格差拡大や権力と富の癒着という歪みにさらされ、軍事的拡張、国民への監視強化などの形にシワを寄せています。 これ以上問題を放置することはできないというのが主要先進国共通の思いではないでしょうか米国ではビルドバックベター欧州では次世代 EU という新たな資本主義モデルを模索する動きが始まっていますこれらの政策に共通するコンセプトは 資本主義が生むさまざまな弊害を是正しながら力強い成長を実現し国家をそして国民を豊かにするというものです岸田政権では私のニニシャアティブの下で人への分配を強化することや今後の成長分野でもある気候変動やデジタル化経済安全保障といった分野に 官と民がともに役割を果たしながら大胆な投資を行うことで成長と分配の好循環による新しい資本主義を実現する方針を打ち出しました来春には新しい資本主義のグランドデザインを公表し世に問うつもりです世界に向けて発信し同じ問題意識を持つ主要国の首脳とともにグローバルの 議論を牽引します今回 g z e r サミットでは健康安全保障国際ルール気候変動問題が主な議題だと聞いていますいずれも経済社会の持続可能性に関わる重要な論点であり私が掲げる新しい資本主義の議論と極めて親和性が高いテーマです 経済社会の持続可能性こそが私の問題意識の根幹です。健康安全保障、国際ルール、気候変動など、経済社会活動の持続可能性を脅かすリスクに対応しつつ、官と民が役割分担をしながら、共同して国家、そして国民が豊かになるための経済社会システムを作っていきます。 そのための第一歩として私は以下の取り組みを行います第一に健康安全保障です我々は新型コロナの脅威を社会全体として可能な限り引き下げますそのためにワクチン無料検査飲める治療薬の普及に取り組み予防・発見から早期治療までの一連の流れを 抜本的に強化します今回の経験を踏まえ我々は国内ワクチン治療薬の開発製造に5000億円を投資することにしましたこうした取り組みにより我が国のレジリエンスを高めるとともに新たな成長の種を生むことを狙います第二に国際ルールについてです 新しい資本主義の時代に求められる重要な国際ルールはデジタルルル分野におけるルールです信頼性のある自由なデータ流通 DFFT の実現に向けた国際的なルール作りを主導し自由で公正な経済秩序を構築し世界経済の回復新たな成長を後押しします。国内的には 新しく設立したデジタル庁を司令塔として早急にデジタル原則を定め社会全体のデジタルトランスフォーメーションを進めます第3に気候変動の問題です気候変動問題など人類共通の社会課題を新たな市場を生む成長分野へと大きく転換していきます2050年 カーボンニュートラルおよび2030年の46%排出削減の実現に向け再エネ最大限導入のための規制の見直しおよびクリーンエネルギー分野への大胆な投資を進めます。火力発電のゼロエミッション化に向けアンモニアや水素への燃料転換を進めます。我が国の技術や インフラの力を高め同じようなエネルギー事情を抱えるアジアを中心とした国々の脱炭素化に貢献していきます世界において g ロの傾向が強まる中で日本は米国アセアンゴーシインドなどとともに FOIP を実現しまたクワッドをさらに実りあるものにしていく責任を強く 背負っています我が国は健康堅固な謙古な日米関係を基軸としながら地政学的な緊張や気候変動をはじめとする地球規模の課題をイノベーションとダイナミックな活力そしてフリー・フェア・オープンな価値観の浸透によって解決していくソリューションパワーとして 地域のリーダーシップを取ることで全力を尽くしてまいります改めてこのように世代に g z e r サミット2021が行われることを心からお喜び申し上げ開会にあたってのご挨拶とさせていただきます